皆さんこんにちは、猫ニラでございます。パック頭からコケ、バイグル、ベジェリン。ということはですよ、配列情報の通りに行けばミリク。私の運なり何なり届いてですね、配列なんてものは関係ねえと、ぶっ壊しが起これば何かすごいカードが出るんじゃないか、そういう回でございます。ダンブロージョ、ネットの情報なんか信じたまるかという気持ちでね、今開けてますけれども、インシーネ。まあ、大体は私もですね、こう謎配列っていうのに出会ったね、回数っていうのは本当数えるしかない。今までずっとこうやってね蹴ってきて、ほぼ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 配列通りに出てくるのが WCCF です。そうなんですよ、配列って外れないんですよ。たまによくわからないのがあるんだよ、本当に2枚連続レア来たりとか、その後に僕ゴールデンガン出てますしね、ミリク。負けました。はい、ライジングスターミリク出ましたね。はい、やっぱりこうウィキペディアっていうんですか、こうみんなで情報を共有するサイトの凄さっていうのがこういうとこです。誤った情報はすぐ削除されるっていうね、本当に素晴らしい世の中になりましたよ。本当に簡単にね情報が共有できるんですから、本当おじさん驚く。本当に僕が高校の生の頃はですよ、スマートフォンなんたるものはもうまず、まあ、ない、もうスマホの素の字も想像してなかったですから。もう高校1年生とかね、そのぐらいの時はもう16番音にびっくりしましたよ。本当に16番音に着メロって皆さん分かります？着歌じゃないですよ、着メロ。もう僕は中学校の頃はね、こうコンビニに着メロをこう着メロ自分で番号を打って作んなきゃいけないんですけど、プッシュフォンで、そのどういう曲にするにはこの番号をこういう順番で打ってくださいっていう着メロの本っていうのを売ってたんですね。でそれをこう立ち読みしながらこう打ってですね、着メロを作って、でもほんと中3から高1ぐらいにかけて16番音のまだ J フォン、ボーダフォン、今でいうソフトバンクがボーダフォンだったわけです。でその前が J フォンだったわけです。 J フォン16番音のねシャープからね出たわけですね。非常にいい音色を奏でる携帯が。で高2高3ぐらいですよ、着歌っていうのが現れたのか。そんな話はどうでもいいんですよ、配列情報ってすごいなって話です。はい、頑張って蹴ります。